先週ちょっと、極楽とんぼの山本さんの誕生日があってお休みをいただきました。山本さんの55歳の誕生日だったんですけども、極楽とんぼの山本さんの家に行って誕生日プレゼントを渡してという会があったので、まあ、何時になるか分かんなかったのでちょっと RC チャンネルはと思ってたんですが、思いのほかなんか山本さんが次の仕事あるっつって9時には終わったんですけど、もう休みって言っちゃってるからもう仕方ないかっていうことでやりませんでした。ケイチョン昼間からやってたね。そうそうそう、まあ、山本さんも55歳になられて、出会った時が何歳かな、俺が20歳の時なんで26歳ぐらいなのか。山本さんと出会って、そんな山本さんがもう55歳、まあ、結婚されてね、西野さんと実際生活してるであろう、生活してるであろうというか生活してる場所にお邪魔しましたけど、なんか新婚さんっていう空気感なかったんですよ。山本さんの部屋っていうまんまだったな。まあ、寝室とか見てないからあれなのかもしれないですけど、リビングだけ見たら西野さんの空気感はまるでないなぁという感じでしたけどね。まあ、でも幸せそうな山本さんを見れて、55歳あの誕生日迎えられて本当におめでたいなと。誕生日のプレゼントはあれです。何あげたんですかという、誕生日はミスタードーナツ、ミスタードーナツこれ発音がよくわかんない、ミスタードーナツ、ミスタードーナツ、ミスドのフレンチクルーラーを差し上げましたね。フレンチクルーラーが売り切れてるっていう話を聞いたので、フレンチ甘いの好きだったな、フレンチクルーラーを誕生日の数だけ買っていこうと思って55個探したんですけど、30個弱しか用意できなかったんですよね。よくあんな数手に入りましたね。そう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 、いやフレンチクルーラーがなんか手に入んないんだよな。なんでなんだろう、フレンチクルーラーやっぱ美味しいもんね。そんなの大人がフレンチクルーラーもらったら涙するっていう話を聞いたから、山本さんも泣くかなと思ったら全然泣かれなかったので、でまあフレンチクルーラーの話が出たんで、いや本当に浜田さんダウンタウンの浜田さんがパパ活で、そのパパ活の相手の女の子がフレンチクルーラーを買ってきたっていうみたいな話あるじゃないですか。でそれでこう感動したっていう浜田さんの話ありましたけど、なんかメディアって全く報じないじゃん。いや僕めちゃめちゃ感謝していて、ようやく終止符が打たれたんだと思っています。なのでダウンタウンの浜田さんには感謝をしてるんですけど、もうだってここで不倫の報道をどこも各社やらなくなったんですよね。だってそもそも僕はずっと言ってますけど、不倫のことなんて、まあ、週刊誌が書くのはいいんですよ、全然。週刊誌はどんどん仕事として誰々が不倫したとかって、それは報じればいいんですけど、もうメディアがこぞってどこもこれやってないですから、じゃあ、もう終わったんだと。メディアが、マスメディアが、不倫についての報道がようやくこう終止符が打たれたんだと思って、すごい晴れ晴れしい気持ちになりました。だってもう他の人がね不倫してももう不倫のことを取り上げなかったんで、この人は取り上げてこの人は取り上げないみたいなことがあるとおかしいじゃないですか。なのでようやく終わったんです皆さん。いやいや吉本だからでしょうじゃなくて、吉本だったとしても不倫報じられてる人たくさんいますから。そうでしょ、だから関係ないですよ、事務所は。事務所は全く関係なく、もう終わったんですよ。それが嬉しくて嬉しくて。忖度とかじゃないと思いますよ。やめたんだと思いますよ。忖度するにしちゃちょっと露骨すぎるじゃないですか。僕はもうこれで誰かが不倫したニュース、まあ僕はコメンテーターやることが多いので、コメントを求められたら、コメンテーターとしての仕事を全うする上で全然答えてたんですよ。でも基本的には各家庭の問題だから他人が首を突っ込む問題じゃないし、ただ迷惑をかけてる量がたくさんいた場合とかは、まあそのことについてはコメントはしてましたけど、基本的にはもう当事者間の話ですし、で僕は不倫さんいらっしゃいっていう番組を RC チャンネルの中でやってる人間ですから、いろんな人の不倫、不倫された人の気持ちとか不倫をしてる人の気持ちっていうのを、まあ僕なりにこう紐解いて、それを YouTube のチャンネルでお届けしてますけども、このメディアが今回の浜田さんのことを触れてないので、あ、終わったんだなと思いました。だからもう今後誰かが不倫したとしても、いやいや
この方を取り上げて、この方を取り上げないっていうのは僕はおかしいと思うので、コメントは差し控えたいと思いますっていうことができるし、まあもう扱わないんじゃないですかね。と信じたいですけど。じゃなかったらおかしいよね。今後、じゃあわかんないけど、大阪のなんとかさんっていう芸人さんが不倫をしました。その不倫は報じるんですか？その不倫は取り扱うんですか？そんなことあっちゃダメですよね。なので、終わった。やっと終わったわ。マスメディアが不倫を報じる、あの不毛な時間が終わりました。ダメでしょ？じゃあ仮に、A さんという俳優さんが不倫をしました。まあ、仮に A さんという声優さんが不倫をしました。自分のラジオ番組をやっている作家さんと長い期間不倫をしていましたとなった場合も、もう報じちゃダメですよね。その人は報じやすいから報じてるんですかってことになるじゃないですか。いやだから、こんなことを発言して大丈夫ですかって言われてますけど、全く触れないことの方が俺大丈夫ですかと思ってるので、いや、触れないんだったら触れないのいいんですよ。だって僕は不倫ってことは別に誰々の不倫とかって別に興味がないので、触れなくていいんだけど、じゃあ今まで俺コメントを求められてきた不倫のことは何だったんだと。なんで有村昆さんはあんなに報じられて、しかも、未遂で終わってんですよ、有村昆さんって。またここで有村昆さんのことをほじくり返すのは、有村昆さんには申し訳ないけど、でも、有村昆さんもあの、報じられたことで、週刊誌だけだったらまだしも、マスメディアであんだけ報じられて、叩かれて、未遂よ、しかも。有村昆さん、今でこそようやく映画を取り戻せて、まあ自分が悪いことしてるから笑えなくなったのは自業自得ではあるんだけども、有村昆さんは報じて、浜田さんは報じないとかっていうのは、何の違いがあるんだって思いますよ。まあ違いを探したらいっぱいありますよ。そもそも職業が違うとかね、ありますけど。でもこれでもう多分報じなくなるでしょうね、マスメディアは。それでいいとも思ってますし。篠田麻里子さんの不倫も報じられてないか。なんだろうね、誰の不倫は報じられて、誰の不倫は報じないとかってなんかあんのかね。やっぱ事務所なのかな。いやでもそんな時代じゃないと思うけどね、事務所だが、止めるとかっていうのもできないと思うけどな。あるんだとしたら忖度はあると思うよ、やっぱり。でも事務所の忖度があるとして、僕同じ事務所ですけど、俺が仮にね、僕が不倫したとしたらメディア報じると思います？報じないと思います？皆さんにお聞きしたい。私が不倫したらメディアは報じます？報じません？二択ですね。報じる。なんで報じるんだよ。なんで報じるんだよ。内容なの？不倫内容によって報じるか報じないかが決まるの。その人じゃなくて。でも俺っていう人だけで今判断してるよね。報じるって。マスメディアね。メディアじゃなくてマスメディアですよ。だってメディアは報じてるじゃない。ヤフーニュースでも出てくるし、週刊誌は報じてるから、まあメディアは報じるんだけど、マスメディアです。僕が言ってるの。そもそもパパ活って不倫なんですか？わあ、わかんないよ。パパ活って何なのっていうね。パパ活の定義もわからんのよ。パパ活が違法なのか、合法なのかも俺わかんないのよ。ネームバリュー。まあもうネームバリューのこと言われたらそれは勝てませんよ。ネームバリューがあったら報じられないってこと。ネームバリューがある方が普通報じられない？俺のは報じられちゃうんだ。不倫のやり方によります。パパ活は風俗みたいなもん。でもやっちゃダメなんですよ。その売春行為にやったんじゃないの？お金を払ってとかだったら。だから、でもそのことは報じられないから多分、パパ活と風俗は別だと思うんだよ。謝られても困るっていつも思ってたんですよね、僕は。謝ってほしくない。でも謝れみたいな空気にしていくのは世論でしょ？クソどうでもいい。そうでしょ？クソどうでもいいと思ってるのよ、俺も。本当に。だから、もういいんじゃないって思ってるの。だから、終止符を打ってくれてマジでありがとうございますという気持ちです。チャンネル登録よろしくお願いします。